皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もヒョワイルやっていきましょう。今日の動画ですね、 UTOTS 能力予想フォワード編パート2をやっていきたいと思います。で、多分ねパート1の方も上がってると思うので、ぜひね、そしたらまだ見てない方は見ていただけると嬉しいです。で、能力の出し方についてはいつも言ってる通り、 OVR が1上がると118までの間は5上がって、119以降はね2上がるっていう風に言われているので、そちらをね考慮して今回能力予想していきたいと思います。じゃあ早速1人目から見ていきましょう。まず1人目はメッシ選手です。 OVR122 のポジションがライトウィング、利き足が左の逆足が4、スタミナが7のスクリームが4となってます。能力見ていくと、まあ、スピシュンね、ウィングにしてはちょっと低いんですけど、その代わりね、ドリブル、ボルコン、ピン調整、反応力、バランスとかね、足元の数値が非常に高いと、パスとかも高いんで、チャンスメイクの方もね、かなりしてくれる選手かなと思います。で、スキルブーストはセカンドストライカーなんで、決定力、ドリブル、シュートパワー、ボールコントロール、ショートパスと、ここも非常にいいですね。ほんと隙のない選手になってるのかなといった感じです。で、身長169センチ、かつアタック後ディフェンスが低い、個人技ダブルタッチ、特性がフィネスシュート、ロングシュート、テイカー、プレイメーカー、アウトサイドシュートということで、まあ、特性に関しても文句なしですし、個人技のダブルタッチも非常に強いです。まあ、スタミナが、ね、7なんで、そこだけちょっと気になるんですけど、多分ここもね、UTOTS で能力上がると思います。多分8とか9になるんじゃないかな。かなり楽しみです。じゃあ、メッシ選手の UTOTS 能力予想を見ていきましょう。こちら。はい、こちらです。まず、表の見方なんですけど、一番左の122目が、今紹介した TOTS メッシの能力になっていて、真ん中の126に関しては UTOTS の能力予想と、で、一番右の123ベって書いてあるのが、そのポジションでね、一番強い選手の能力となってます。この場合は UCL ベスト11の123ベルナード・シューバーの能力が打ち込まれています。赤くなってる数値に関しては勝ってる能力で、緑に塗りつぶされてるところが10以上能力離れてるところの数値となってます。なんでそれ踏まえて見ていくといいのかなといった感じです。そしたら改めて見ていくと、まあ、圧倒的にメッシ強いですね。3違うだけでこんなに違うのかと思うんですけど、決定力は20違いますし、ロングシュート23違う、パワーも16離れてて、ほんとスピード以外にもパワーでも突破できるウィングかなと思います。地味にジャンプヘディングもあるんで、まあ、身長低いからね、ちょっと空中戦は期待できないんですけど、あとはね、ドリブル226、ボルコン225とかね、もう異次元の数値いってるんで、これはね、使用感かなり楽しみですね。使ってみたい選手の一人かなといった感じです。じゃあ次の選手見ていきましょう。こちらレバンドフスキ選手です。オーバー120のポジションが ST、 引き足が右の逆足が5、スタミナ8のスキルムーブが4となってます。能力見ていくと、まあ、スピッシュンちょっと低いんですけど決定力高いと、あとはパスとかも高いんで、まあ、ベンゼマタイプと一緒ですね。スピードとかで裏抜けるっていうかは足元でもらってチャンスメイク、あとは自分でも突破できるような選手になってます。ジャンプヘディングも高いんで空中戦もかなりやれるかなといった感じです。スキルブーストがちょっといまいちで、ポジショニング、ヘディング、シュートパワー、ピン調整、バランスと、まあ、上がる能力もね、いまいちかなと思います。やっぱね、ST だったら決定力とか、あと瞬発力、スピードとか、そこら辺上がってくれるとよかったかなと思います。まあ、多分このスキルもね、ワールドカップのスキルになるのかなと思います、UTOTS では。で、身長185センチ、活動力がアタック後、ディフェンスが中、個人技ルーレット、特性がソリッドプレイヤー、フィネスシュート、アウトサイドシュートということで、シュート系の特性2個持ってるのも非常にいいですね。で、個人技のルーレットも全然使いやすいですし、やっぱ逆足後、ここが非常に強いですね。で、スタミナ8もね、多分 UTOTS は9になってくれるかなと予想しております。まあ、そうなったらね、かなり何でもできる ST になるんで、真ん中にポンと置いたらね、強いと思います。で、この選手の UTOTS 能力予想を見ていきましょう、こちら。はい、こんな感じですね。で、ST に関しては、124の UCL ベスト11のホーランド選手と比較していきたいと思います。で、やっぱ見ていくとね、スピシュンに関してはホーランド高いんですけど、他の数値はね、圧倒的にレバー高いですね。特に勝手能力で言うと、ショートパスとか、ロングパスクロス、パス系の数値はね、かなり高いですね。あとはドリブルボルコンの足元の数値も高いと。で、ジャンプヘディングもね、218、224っていうね。で、積極性211ってね、この積極性がね、何に対する数値なのか分かってないんですけど、まあ、高ければね、なんかいいことあると思うんで、ここも非常にいいのかなと思います。まあ、結構ね、使うのは難しいタイプの ST になるんですけど、強いのはね、間違いないと思うんで、これもね、来るの楽しみですね。そしたら次の選手見ていきましょう、こちら。ムバッペ選手です。オーバー121のポジションが ST、利き足が右の逆足が4、スタミナ9のスクリームが5となってます。能力見ていくと、スピッシュン、決定力かなり高いですね。あとはドリブル、ボルコン、高いと。で、パス系もね、高いんですよ、203っていう。まあ、ちょっとね、ロングパスとかクロス低いんですけど、十分かなと思います。で、ジャンプヘディングはね、ヘディングちょっと低いんで、空中戦は期待できないかなといった感じです。スキルブーストポジショニング。ちょっとこれもいまいちかな。ポジショニング、ヘディング、シュートパワー、敏捷性、バランスと。
まあ、敏捷性とバランスはね上がってくれて嬉しいんですけど、ヘディングとかよりもやっぱドリブルとか決定力とかがね上がってくれてよかったのかなと思います。で、身長が182センチ、かつてはダックコーディフェンスが低い、個人技レインボー、特性がソリッドプレイヤー、フレア、スピードドリブラー、アウトサイドシュートということで、まあ、特性に関しても悪くないですけど、個人技レインボー、ここはね変わってほしいですね。確か TOTY の、ね、122がダブルタッチだったんで、126のブアッピーも、ね、ダブルタッチで来ることを期待してます。で、逆足の4はいいですし、スタミナ9と、ね、スクリームーブ5っていうのは、ね、非常にいいのかなと思います。まあ、自分は、ね、スクリームーブ使えないんですけど、多分使う人からしたら、ね、このムーブアッピーかなり強いと思います。そしたら UTOTS の能力要素を見ていきましょう。こちら、はい、こんな感じですね。多分ね、126の、ね、最大数値が226になると思うんで、瞬発スピードはね完走ですね。めちゃくちゃ速いと思います。これ、あとはドリブル、敏捷性、ボールコントロールも高いんで、本当にドリブルしやすい選手かなと思います。これでフェイクショットやったらやばそう。スンスンって抜けそうだもんな。パワーもね202あるんで、ちょっとね124フォランドに比べると低いんですけど、全然ここもねやれると思います。まあ、守備系に関してはね全然、どうでもいい数値なんで、そこ負けてても関係ないし、決定力も223あって強いし、本当に ST に置いたらねかなり怖い選手かなと思います。あとは何度も言うように、個人技ダブルタッチ、これだけは熱望してる。これ来たら本当に最強クラスの ST になるのかなといった感じです。そしたら次の選手見ていきましょう。こちら、オシムヘン選手です。欧米122のポジションが ST、 利き足か右の逆足が4、スタミナ9のスクリームーブが3となってます。能力見ていくと、スピシン決定力あって、ちょっとねインフロントシュートの数値低いですね。まあ、それでもね、この数値ね、その UTOTS に爆上がりする可能性あるんで、ここでは心配しなくていいと思います。で、ドリブル、ボルコン、敏捷性もそこそこあるんで、ここもドリブルしやすいのかなと思います。で、ジャンプ、ヘディングがね216205っていうね、ジャンプかなり高いんで、しかもパワーも211あるんで、空中戦は相当強いと思います。で、スキルブーストがシュートということで、ロングシュート、決定力、シュートパワー、ボレーシュート、ポジショニングと、まあまあこれもありかなと思います。で、身長185センチ、カツラがアタックコーディフェンスが中、個人技ヒールトゥヒール、特性がスピードドリブラー、パワーヘッダーということで、本当に地上空中で最強の特性持ってるし、結構個人技のヒールトゥヒール、ね、最近使われてる方多いんで、これも強いと思います。まあ、スタミナも9あってここもいいですし、まあ、スキルムーブ3なんで、スキルムーブ使う人にとってはねちょっと使えない選手になってくるとは思うんですけど、まあ、スキルムーブとか知らんって方にはね全然ありの選手かなと思います。じゃあ、この選手の UTOTS 能力要素を見ていきましょう。こちら、はい、こちらですね。まあ、瞬発スピードは高いんですけど、結構ねポーランドに負けてるところも多いですね。まあ、それでも、ね、守備系能力が結構負けてるんで、トータルで見たらね全然オシムヘンの方が強いんですけど、まあ、126取るかって言われたらね正直取らなくてもいいのかなと思います。もちろんねこの能力で来るとは分からないんですけど、もしこんな感じで来たらね、そんなにね優先度自体は高くないのかなと思います。他の ST 取った方がいい気がします。そしたら最後の一人見ていきましょう。こちら、ポーランド選手です。OVR で122のポジションが ST、 利き足が左の逆足が4、スタミナ9のスクリームが3となってます。能力見ていくと、スピシンしっかりやって決定力も高いと、で、敏捷性200いってないんですけど、スキブで敏捷性これ上がるんで、ここもね非常にいいのかなと思います。でね、ホーランドといったら敏捷性とかよりもねやっぱパワーなんで、パワー218ここも高いですし、ジャンプ数値とかね低くてもねその分パワー高いんで、全然パワープレイでやれるのかなと思います。身長195センチ、ここも非常に高いですね。2つはアタックコーディフェンスが中、個人技ヒールトゥヒール、特性がスピードドリブラー、パワーヘッダーということで、地上空中最強と、まあ、本当ねこのね能力でヒールトゥヒールされたら止めらんないんで、パワーあってスピードあったら、なんでこれは相当強いと思います。じゃあね、ホーランド選手の UTOTS 能力予想を見ていきましょう。こちら、はい、こんな感じです。まあ、比較対象がね同じホーランドの124なんで、それ126が圧倒的に勝つんですけど、積極性だけねやたら高いと、まあ、本当能力に関してはね多分ほぼこれで来る気がします。決定力、シュートパワー、ダッシュスピードはね完走してるし、もしかしたらドリブルとかボルコンとかもね上がってくるかもしれないんですけど、それやっちゃうとねとんでもない ST 爆弾しちゃうんで、さすがにそれはしてこない気がします。曲がるとしても瞬発がちょっと上がってくるのかなといった感じです。まあ、でもやっぱホーランドはね相手にいて一番厄介な ST ですし、ほんとね速くてでかくてパワーあってっていうのね怖すぎるんで、最強クラスというか多分最強 ST になるんじゃないかと思います。これもね搭載を楽しみにして待ちましょう。はい、ということで今回は UTOTS 能力予想フォワード編パート2をやっていきました。まあね、ほんとねパート1とパート2はね明日 UTOTS 搭載なんで、ちょっとね駆け足で出したんですけど、ぜひ両方見ていただけると嬉しいです。
で、まあ、UTOTS 選手は UTOTS トークンと交換するんですけど、そのトークンの獲得方法が明日わかるんですけど、一応韓国版ではねもう来ていて、こんな感じになってます。 TOTS 選手使って、まあ、トークン獲得していくんですけど、一番多くて122の護身使うと150個 UTOTS トークンもらえます。で、この UTOTS トークン20個使うと1回パック引けて、それが10回引くと125確定と、20回引くと126確定となってます。なんで単純計算ね、 UTOTS トークン400個でやって126手に入ると。しかもこれランダムっていうね、なかなかの鬼畜っぷりね。だからその UTOTS 選手になる選手をもっといって護身にしてとかじゃなくて、多分どの選手でもいいんで、122の選手護身にしといて UTOTS トークンと交換するといった感じになってます。まあ、0から4神だと30個しかもらえないんで、やるなら、ね、122の護身を作る方がいいのかなと思います。まあ、それでもね、122の護身を2体交換して、さらに121の護身1枚と、あとは118から120の護身を2枚使うと全部で410個取れるんで、そこまでいったら126確定と、かなり長い道のりですね。多分122の選手いないと獲得は相当きついと思います。まあ、125でも全然強いんで、10回とりあえず目指して頑張ってみるのがいいのかなと思います。で、もしかしたらこれより楽になってるってことはなくて、多分韓国版より若干厳しくなる可能性もあるんですけど、多分これと一緒だと思います。なんで、まあこれ踏まえてね、交換ぜひ目指してみてください。まあね、本当は明日搭載ですぐ答え合わせできるんで、楽しみにして待ちたいと思います。また質問とかあればコメント内 DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。